やはら、皆さん、こんにちは、みやびんです。はい。ですね、今日はですね、前に私が車中泊でラーメン旅を、これから皆さんにいろいろと発信しますっていう、動画を公開したと思うんですけども、まあ、最近、日に日にね、ちょっとこの世の中、感染者数が増えてきて、なかなか、この頻繁に行けなくなってしまったっていう状況から、こう、まだ一回しか皆さんに車中泊を届けできてないの、ないんですけども、ちょっと、この状況も考えつつで、なかなかお送りできないんですが、いろいろと試しに企画を考えてはいるので、そちらの方を皆さんに、楽しんでもらえるように、日々考えておりますので、これからも発信し続けていきますので、よかったら皆さん、引き続きチャンネルの方よろしくお願いいたします。おめでとう。何？100回目おめでとう。あ、嘘、ありがとう。100本目の収録でーす。ミンゴジュースでーす。お酒飲んだらこの人脱いじゃうん。皆さん、みんばんは、ひもじいです。お知らせがもう一つございまして、この収録が、みやびがメインになって、このチャンネルを、始めてからちょうど100本目になります。で、撮影今日も続くので、お酒ではない。あ、ビール飲めないんでこの人ね。はい。甘いものしか飲めない子供なので、大好き、大チキな。大チキ。車中泊のやつ見た人は知ってると思いますけど、朝のルーティーン、リンゴデュート。はい。ありがとう。え、びっくりした。なんか、犬猫がザワザワしてるから、何かと思って。まあこれがね、ヒカルくんとかラファエルさんのね、動画だったら100万円のビトンとか、いやいやだ、3000万円の時計とか。やだ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 。罪悪感しかないわ、そんなもらったら。あ、ビール開けてる。いい音はする。すごい、皆さんありがとうございます。100本いきました。飲めねえよ。飲めるか。いける。無理だ。あ、なるほど。リンゴうま。うまみリンゴ。いや、私さ、結構さ、始まる前、なんかなんて言えばいいんだろうと思って、すごい考えてたの。分かってた？100本撮ってみてどうですか？なんか、あっという間でした。まあ、ほぼ、なんだかんだ月金休まないで、ほぼ毎日、更新してきたんですけど、うん、まあね、最初 DIY のそうだね、ベランダ改造計画とか始まって、で、しかも私 YouTube 初だからさ、もう不慣れじゃん、そういうのも。でね、友達からね、うん、あのドライバーの持ち方やばいとかね、そう、めっちゃ言われてた。でもなんかなんだかんだ見たよってみんな言ってくれるから嬉しいし、今初めて2ヶ月目もまだ経って何ヶ月も普通に3ヶ月経った、あれ、この人算数できないので、申し訳ないんですけど、100を30で割ったら、うん、もう3ヶ月は経ってる。あ、経ってんのかってぐらい本当にあっという間だったの。今ごまかしたけど本当そのぐらいあっという間だったから、100割る30ができないんですよ。できません。どこだっけ、学校。あ、学校の、あれだよね。お嬢様学校です。弁護士のドラマの秘書役やった人が出た学校、ね。お嬢様学校です。で、話戻りますけど、はい、企画の方もですね、ちょっと車中泊出づらい、もう、うん、今日これ撮ってる時点で、また、神奈川、埼玉、千葉県に緊急事態宣言出るみたいなんで、はい、でも4000人超えそうなんで、車中泊行けるときは行きますけど、様子見て、うん、それじゃあ、あれなので、一応まあカーエイド担当が実は僕なので、また父ちゃんのところで、今はですね、ひのみさんとかがやってる、僕らがもう中学生高校生バイクの免許取れるようになってから乗ってた4フォアってホンダの400の
4フォアっていうバイクがあるんですけど、それの今フルレストは入ってまして、エンジン降りてる段階だったり、あと三菱のあのキャブの昔のジープ、これは今エンジン全バラに多分なってると思うんで、そこら辺の宮城がレストアっていう言葉自体知らなかったんで、はい、超絶素人が一緒になって、だから逆に知らない人があのレストアしてる作業のところ行って、これ何やってんですかって、レストアって何ですかっていうのも面白いと思うので、うん、まあ4フォアをまたちゃんと元に戻したり、その三菱のジープを元に戻したりするので、はい、あとフィアットのリトモもレストア待ちで、それ父ちゃんの個人の持ち物なんだけど、うん、フィアットリトモっていうあのラリー走ってた昔の車があるんだけど、パンダより前かな、パンダ、パンダ、フィアットパンダって車があるんですよ。まあその辺のレストアとかも、企画としてやっていけたらなと思ってますので、いろいろまた考えるんで、はい、お待ちください。ただちょっとレビュー系は増えるかと思います。はい、まだアップしてないのもあるしね。アップしてないのもあるし、この後またレビュー撮るので、はい、そんな感じで、はい、なんとか100本目まで到達したんですけど、また101本目から頑張って、皆様よろしくと言って僕が締めるとダメなので、応援してください。どうします。はい、ってことでちょっとしたサプライズもあって、個人的にはびっくりだし嬉しかったです。皆さん引き続き、このチャンネルよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。高評価、これで泣いてほしい、余裕なんだから。ねえ、やだそういう無茶ぶり。あ、怖い怖い、うなぎ助かった、怖いよ怖いよ、気持ちいい。いや、あの顔で何、いやだ絶対やだ。もうしない。皆さんねえ、私何、本当何がしたいの私。皆さん今日も本当にありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。